もまずは金曜日ですからね、はい、サッカーです。モーニングクロスが応援しています FC 東京の情報からなんですけれども、 FC 東京はですね、篠田新監督の初陣となった前節アルベレックス新潟戦に見事勝利をして、またここからですね、ちょっと改めて勢いをつけていきたいなと思っていますが、今日はこちらをご覧ください。おい、水曜日の小平のグラウンドでは午前午後の2部練習が行われました。厳しい暑さの中でのトレーニングではありましたが、チームの雰囲気は非常にいい感じ。明日のジュビロ磐田戦に向けた調整は着実に進んでいるようです。さあ、それでは篠田新監督からのメッセージをどうぞ。はい、モーニングクロスをご覧の皆さん、おはようございます。FC東京監督の篠田です。週末ジュビロ磐田戦が味の素スタジアムでありますので、ぜひあのスタジアムに来てください。よろしくお願いします。なんとですね、はい、行くんです。見に行くんです。そうですね、この辺言ってましたもんね、はいはい、ちょっと監督応援していきますから、ね、はい、よろしくお願いされました。ということで、次節ホームジュビロ磐田戦は堀さんも行きますが、明日味の素スタジアムに行って、今度行く。あ、明日のじゃないです。20日かな、釣りじゃないかも。すいません、混乱させないでください。ですか、はい、次々聞いておくです。応援の方よろしくお願いします。とにかくみんなで盛り上げていきましょう、はい。